今日はですね、鍋をしようと思ったんだね。はい、本当はね、鍋パンの予定だったんですけど、家に着いたらちょっとさ、連絡してって言ったら大嵐初雪というか、初雪諦めて、ね、はい、韓国ウーバーですね、はい、ウーバーイーツさせていただきました。ありがとうございます。さ、見たことないぐらい赤いんだけど大丈夫それから、マジ怖っ。わ、待って、やめてやめて、本当に任せなさい、待って、本当に任せなさい。全部赤になるから。ちょっと待って、そうよ、え、穴開けるね、何にも伝わんないから穴開ける。画面外でやるなって感じで流しに全部流しちゃったかと思った。成功してる。どんどん来てます。マジ悩める子羊。あ、私が出すの、うん、じゃあいけますよ。あの、嫁が家事を何もしません、どうしたらいい。え、私に言ってる。そうですね。カトリさんも家事できないですよね。いや、私はしないよっていう。あ、もうあらかじめね、出会った瞬間にしないよ。え、でも最近の好きなタイプ何ですかって聞かれるじゃん、うんうん、洗い物をしてくれる人か、食洗機を買ってくれる人っていう、うん、好きなタイプ。洗い物はしません。宣言大事ですね。揉めないためにはあらかじめできないことはできないっていう。それは大事ですね。いや、でもそれはあの嫁側の意見であって、質問者はどうしたらいいって、質問者は多分やらないんだから、うん、お前がやるよ。結婚してんでしょ、解決して1ヶ月後また同じこと言ってます。だから悩んでる側が折れるしかないと思います。1問目から行く先不安だな。次の方どうぞ、はい、イケメンって言われるのに彼女できない。イケメンって言われるの彼女できないらしいですけど、イケメンじゃないかもしれない。もしかして、あ、イケメンって言われる、そう、え、イケメンって言われてる、思ってる、イケメンって言われるのに彼女できない、正確に何がある。はい、聞いてください。私可愛いって言われるのに彼氏いません。正確に何がある。これどうですか、いきます、どうぞ。彼氏がちょいシスコンです、その妹と友達なので複雑です。シスコンレベルによる。確かに一緒に2人で出かけるとかそういうこと。シスコンやな。お兄ちゃんと出かけるとかないもん私。妹が別にお兄ちゃんの子好きじゃない感じだったら、両思い無理だね。そう、両思いは無理でしょ。え、無理無理。シスコンってめっちゃいいことじゃないけど、そう、両思いはちょっとガマコンよりはシスコンの方がいいかも。だよね、めっちゃほのぼのしない、その話。確かに別にシスコンってこと自体には問題ないかな、うん、解決してないよね誰も。何も解決してない。ちょびちょびだけじゃん。どっちが好きって聞いて、妹って言ったら、まあ、次の恋愛ってんじゃないかなと。こんな風、はい、彼女に元彼に未練があると言われました、どうするべきですか。それ彼女はそれを言ってどうしたかったんだろうね。嫉妬させたかった。だったらそうなんだってよ。心を強く言って、じゃあってこいっていう。おお、なるほどね。で決めろっていう。うん、まあ、そもそも確かにこれをわざわざ今あなたと付き合ってるのに言ってくる彼女も彼女だし。そう、心配させてんの。だから私行っちゃうかもよーって彼のとこみたいな。それがいいかもね。初めて解決した。はい、続きまして。
彼女に冷めてしまいました。レスって別れる理由になりますか？はい、はい、子供がいないなら別れていいと思います。あの結構これダラダラ言っても、なんだっけそのドラマ、あなたがしてくれなくても、え、あれさ超バズったよね。バズってた。だからリアルすぎてみんなの悩みなんだよ。彼女にもこれは申し訳ないんで、さっさと別れてあげた方がいい気がする。結論話し合って、彼女がそれで嫌だって言うんだったらもう別れてあげてください。っていうか冷めてますって言ってるじゃん男が。うん、確かに別れる。確かに、なんだ、え、好きだけど行きませんとかさ、え、悩むけど食べてて、そうじゃん、行きませんとか、じゃあ別れてください。4年片思いしてる人がいるんですけど、 100% 脈なしって分かってても諦められません。どうするべきですか？4年よ、 100% 脈なしなんでしょ。 1% もない。だからもう自分を生まれ変わるしかないから、カラーとかも全部変えた方がいい。だってもうその自分はもう愛してくれないんだから。この人は告白してるのかなって。4年って結構な月日だと思うんだよね。どう？自分は全然タイプじゃない、でも4年間も一途に自分だけが好きな人。怖い。Amazing Grace, how sweet the love. 怖くない？悲しいですね、本当に現実っていうのは。腹が出てきた。年齢は分かんないからだけど、大人にでもなればなるほどそういう人が好きっていう風にこう思考転換してくれるのが。じゃあ10年までいっちゃおう。奥手男子からの質問です。彼女ができた、イチャイチャしたいけど何もできない、どうしよう。いるんですよね、本当に。付き合って何もしてこない。元カレ元カレの話してよ。いや、私のその元カレは付き合ったんですけど、手しか繋いだことなくて、何の時間ってなっちゃって。え、何歳と何歳の恋愛する？25歳と27歳。嬉しいなんで、でも女の子からしても何の時間ってなっちゃうからね。なっちゃうから、もうだって彼女の時点であなたのこと好きなわけだから、イチャイチャしてください。片寄さん的にはレスにならないためにはどうすればいいと思いますか？コスプレをする。あー、コスプレイヤーさんですもんね。なんかダメですもんね、外とか。あ、ダメ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 。はい、じゃあコスプレで。保育学生のくせに彼女ができません。全部ダメ。保育学生のくせに彼女。接続詞間違ってるのくせにって知りません。テストがヤバすぎるときは諦めてますか？大学生です。来年頑張ろう。マジであるんだけど、意外と1時間超勉強したら2問ぐらい答えれるで。2問で、あとはあの感想をめっちゃ書く本ぐらい。そんななんかその情に訴えるのって成功すんの？場合もテスト受けないのはもったいないから、受けるから一旦。なるほどね。あとカンニングじゃないですか。カンニング、カンニング、え、無視。ツッコミ間違ったんだ。カニングカニングとか言って、めちゃくちゃ次の質問見てた。次いきます。敏感肌で普通の化粧水とかだと荒れちゃうんですけど、どうすれば綺麗な肌になりますか？洗顔後ティッシュで顔を拭く。それのみ？敏感肌じゃないのか、ゆうきみたいな。敏感肌よ。てかデパコス全部合わない。今使ってておすすめ、おすすめのやつとか。ビタミン C ね、超バズってる。私が、ああ刺激薬ね。そう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 。あ、これはですね、私めっちゃ使ってまして、ジャブジャブ使ってます。これ片寄さんの影響で意外と服からなくなってたっていうのを想像したので。ジャブとライブのやつ。おかげでまとめ買いできた。今のお仕事に向いてないと思っています。転職した方がいいですか？しちゃいなさい。好きを仕事にすると向いてるお仕事にするんですよね。うわー、確かに。でも私仕事で悩んでるんだったらさっさと辞めちゃうよって思うタイプ。じゃあのもっとなんだっけ、遊びが仕事が仕事が遊び。面白い。みんないろんな質問してきて、うん、でも恋愛が多いね。恋愛多いね。悩める子羊ちゃんたちがもう飛んで恋愛しちゃって。女の子絡みが多い彼氏はどうすればいいですか？束縛するのも違う気がしているよね。仕事で？プライベートで？プライベートなんじゃないかな。でも自分より先に出会ってる女の子との絡みはもうしょうがないよね。え、どうする？彼氏がさ、あ、こいつ妹みたいなやつだからって言うの。え、全人類嫌いかな。まあそういうタイプじゃなければ、本当に友達なら。妹みたいな女を横に据えてるのがまずキモい。妹を横に置くなって普通に。でもマジどこにも行かないでとかは、なんか逆効果な気がするから、可愛く嫉妬してる胸を。いいじゃん。ね、え、可愛い。やりたい、それやってみよう。付き合ってもファンタジー以上続かない。1年以上続かない。ラスト大事よ。鳥を飾るのは何？
え、これ何、鉄デカ女が私の嘘の噂をなくしクラスで孤立させてきてやりました鉄デカで復讐する方法を知りたいです。相当鉄デカいんだもん。鉄デカ女がね、この子の嘘の噂を流してクラスで孤立させてきたんだって。ケツでかいくせに、うん、ケツに針刺せ。あー面白い。それに針を刺しましょう。的はでかいからね。的でかいから、遠くからでも孤立しててもあったね。ケツでかい女が本当に恨み買ってるからね。本当にケツでかい女、うちらが呪ってってあげる。うちらがもう針刺すという。